全然関係ないんですけどね、あの封筒100枚買ったんですよ。これ100安かったんで買ったんですけど、100枚も使い切れんと思うんですけど、なんでこんな買ったんかなと思ってます。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、このレグザ43インチのテレビ、型式後でね、ここに書いておきます。ここに出しておきます。出せるんか、これ編集で出せるんか。そしてね、今回イオがつながりましたのでね、早速このテレビのピント側、ネットフリックス、これですね、このボタンを押します。そうするとね、インターネットに繋がってない。そして今回このネットワークに繋げる方法ですね。これをちょっとやっていきたいなというふうに思います。はい、この画面でネットワーク、デバイス、ネット確認、ネットワークを確認。違うな、ネットワーク。赤。設定ボタンどれや。設定ボタン、ここにあります。設定を押します。そしてネットワークサービス。これをして、ネットワークサービスを利用。はい。なんかいろいろ書いてます。利用するに設定すると、なんとかで、あれミスター。はい、利用すると。設定完了。タイムシフト設定。違うな。光テレビ接続。違うな。これか。ネットワークサービス情報の初期化。ネットワークサービスを初期化。左下のパソコン邪魔やな。で、灰にすると。ネットワークサービス情報を初期化しています。まもなく電源が切れ。読む前に切れおるやん。早いわ。ちょっと早いわ。あ、そしてここに初期設定で簡単ネットワーク設定。これがありました。あ、ちょっと後ろのテレビの音邪魔やな。インターネットに接続する方法を選択してください。こちら無線 LAN 搭載なんでね、これを選択して、そうなんですよ。有線 LAN じゃなくて無線 LAN なんですよ。そしてエレコム SSID。これを選択して、暗号キー。これパスワードですね。これはちょっと見せられへん。ここはちょっとカットしましょう。さすがにカットや。はい、パスワードを入力したら設定完了。はい、設定を確認しています。あ、出てきました。設定完了。早っ。接続テストを行いますか。はい、接続テスト中。インターネットプロ機種設定。あ、ちょっと後ろのテレビの音邪魔やな。インターネットに接続できましたが、無線 LAN の速度が十分ではありません。映像コンテンツの、喉痛い。なんとか。はい、各自読んでください。あ、ちょっと喉痛いね。ちょっと各自読んでくる。ピント合ってない。はい、設定完了。はい、もう一度このネットフリックス、これを押しました。映画、ドラマをもっと自由に、まずは30日間無料体験。金を取り寄るやんか。うわ、金取り寄る。3日前にお知らせします。これ一回やめとこうか。一回も戻りましょうか。はい、なんかね、ここのツタヤテレビってやつ、これを押したんですけどね、これを押しても14日間無料。これも金取り寄るな。全くただのもんがない。インターネット見るこれっていうのを押してみましょうか。見るこれ。え、これは見たいのを集めてくれる。ネットワーク利用する無料。なんやこれ。めんどくさいな。なんか入力しなかった。なんかアンケートに答えたら勝手に出よったな。見るこれおすすめパック。どういうこと？ガンダム国内ドラマ、海外ドラマパック。見るこれパックが見つかりました。好みの番組が勝手に選択されてるんですか？バラエティパック。バナナマンのせっかくグルメ。なんじゃこれ。やっぱりアニメパックでしょう。アニメパック。アニメめっちゃ見るんでね。これを選択したら、おまかせ録画。勝手に録画しよるんか。今回はやめときましょうか。ベイマックスザシリーズビッグヒーロー7。ちょっと見てないな。あ、ミックスは見てるな。稲妻イレブンも見てない。それはいらんな。あ、お笑い番組、スポンジボブがある。スポンジボブなんか見てないな。え？漫才面白芸人ネタまとめ。これ YouTube も見れるんですか？え？どうやって見るん？見方がわからん。おすすめ大人アニメパック。何？またミックスが出てきよるん。え？これ YouTube どうやって見るんですかね？ちょっと使い方がわからん。
もうなんかここに YouTube のマークがある。これを動画配信サービス人気の動画、これ YouTube ですか？ Netflix、 アンパンマン、アソパソマソ。いやちょっと戻りました。 YouTube どうやって見るんや。見る、これ YouTube を設定して起動。はいはい、なんか YouTube が起動する。ログイン、ログインを押したらなんかくるくるデバイスを検索しています。どういうこと？アカウントをタップします。使用するモバイルデバイスにテレビと同じ Wi-Fi ネットワーク。あ、そういうこと。スマホとかなんかつなげとかんとあかんっていうこと、はい、これをタップしてここにミラーリングボタンみたいなのが出てきますね。これを選択するとどうなる？なんもならんやん、なんもならんやん。あ、これか、レグザ出てきた。ミラーキャスト先、これを選択して、あ、映ってる映ってる。待って、ミラーリングできてるやん。そういうことか。これスマホでこうミラーリング設定をするとテレビに映りますね。この同じ Wi-Fi ネットワーク環境であることが前提ですよ。これは何の動画ですかね。クレーンゲーム、お菓子を取っていくスタイル。ちょっとしばらく見てみましょうか。本編と関係ない、この動画と関係ない。そして多分ね、これレグザ 43M520X で再生しています。ここに出てますね。これでミラーリングすることによって、あ、ここになんかミラーリングのやつが出てますね。これで多分ね、電池は結構食うと思うんですよ。まあ、その説明はまあいいでしょう。今回はこのテレビがメインですね。そしてこれ停止するとテレビも停止ボタン。え、これ YouTube がテレビで閲覧できるんですか？ヒカキン TV が出てますね。マルオモフコ、あの、ね、猫のやつですかね。新着の動画とか、下は、あ、なんかミスタービーンある。8ヶ月前、コメディ、なんかいろいろありますね。サンドイッチマン、ほな、あの著作権あかんのじゃないですか。ドラえもん、これも広告ですかね。広告やって映画の宣伝とかやったらいいですかね。はい、というわけでね、今回レグザのテレビでインターネットを接続する方法ですね、これを試していきました。 SSID が見つかったら、ね、あのあれですね、パスワードを入れたらあのすぐつながりますので、スマホと一緒ですよね。簡単に設定できますので、つないでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、マジか、勝手に動く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。